はい、どうも、薬病神 YouTuber 大チャンネルです。ということでね、本日の動画はね、交流戦、残り2カードとなってまいりまして、交流戦もね、いよいよ、終盤戦に差し掛かっていくわけなんですけれども、交流戦でね、セリーグ、パリーグそれぞれ調子を上げてきた選手もいれば、ちょっと調子が悪くなってきた選手もいれば、いろいろだと思うんですね。そんな中で、交流戦のタイトル争いは一体どんなものなのかと、いうのをね、ちょっとね、確認していきたいと思います。これがやがてね、またリーグ戦が再開した時に、非常にこの調子の良し悪しが関係してくると思うんで、はい、しっかりとここをはっきりしておきましょう。まず、打撃部門ですね。はい、打撃部門の、打率。3位がですね、日本ファイターズの上川畑選手。はい、3割7分1厘。で、第2位が、福岡ソフトバンクホークス、牧原大成選手。4割3分2厘。みなぎるそのエナジー。そして打率第1位、ラオウ。去年までのロッテの天敵、ラオウ。デレレ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 レ去年の再現とかマジでされたら、たまったもんじゃないからさ、ちょっとここの交流戦の残り2カード、ちょっと一回ね、休んでもらってさ、ラオウが温まったら、ロッテとしては本当に困るし、怖いからさ、もう勘弁してくれ!でね、今ベスト3発表しましたけれども、僕が一番交流戦で注目している選手が一人いるんですよね。ノマノマ。ノマノマはね、ロッテ戦で14打数8安打、もうおよそ6割打ってるんですよ。で、今の打率がね、3割2分6厘。ちょっと下がってきたかな。最近ずーっとね、1試合1本ずつっていう、1日1膳が続いてまして、ちょっと、ロッテ戦の時よりかは調子が下がってるかなと思いますが、もっと暴れてくれ。僕は野間選手がもっと暴れてくれると思って、野間野間っていうのもつけたし、毎試合毎試合期待してるわけなんですけれども、ちょっと1日1膳はちょっと少ない。一日一善はもちろんいいことだぞ。一日一本はヒットを打つっていう。それはもちろんね、大事かなと思うけど、もっと暴れてほしい、俺は。のまのま、頼むぞ。続いて、ホームランの方行きたいと思います。第3位から行きたいところなんですが、これ第2位が同率で3人いるんですね。はい。まず、読売ジャイアンツ、岡本和真。もう思い出したくもありませんね。はい。岡本和真選手がホームラン5本、そのうちの2本、ロッテ。朗希様から打った、巨人戦の1本目と、つい昨日ですね、昨日、本前投手から打った、ホームラン。はい。お前、ええ加減せえよ、おい!岡本和真!オープン戦でも満塁ホームラン打って、この公式戦でも、ロッテ戦からホームラン2本打って、もう、バッピやん、もう。そして、もう一人、DeNA。牧秀悟選手、こちらも5本ですね。はい、まだね、ベイスターズ戦当たっていませんので、最終カードね、牧選手をどうやって抑えていくのか、注目です。そしてもう一人、ブランドン・レアー交流戦のホームランを狙ってもいいんじゃないの?レアード選手、昨日も2本は打ってね、巨人戦で驚異の3本ホームラン打ちましたから、これはもうね、調子上がってると思いますよ。今まではずーっとね、5月が調子良くてミスターメイと言われていましたが、5月もなかなかね、今年調子上がらずに、はい。この6月に入って、またまた調子が上がってきた。今年はもうミスターメイではなく、ミスタージューンだ!で、ホームランランキング1位が、阪神大山選手、6本。1試合3ホーマーも打ちましたね。はい、覚醒します、大山選手。続いて打点ですね。打点がですね、3位、阪神タイガース、大山選手。ホームランが多いからね、そりゃ、レアード選手だったりとか、岡本選手だったりとか入ってきますよね。はい、13打点。で、1位が同率で、読売ジャイアンツ、岡本和真。もう一回せえ、おい!で、そしてもう一人1位が、ブランドン・レアード。ホームランも打つけど、タイムリーも打つっていうところがね、レアード選手目立ってますね。はい。続いて、投手成績の方を見ていきたいと思います。投手成績、防御率、青柳選手、阪神タイガース、加藤選手、日本ハムファイターズ、大貫投手、DeNA ベイスターズ、3人並んで防御率 0.00。で、ロッテのトップが石川投手で防御率 0.69。こちらも素晴らしい成績ですね。はい。で、ちょっと朗希様の防御率を見てみるとですね、ランク外。ランク外です。
まあこの前5失点もしちゃったからね、うん、ここはちょっとまあ厳しくはなりましたね。はい、まあ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 、ローキ様はもうまたどんどんやってくれっから、うん、安心してます。で、勝利投手の方がロッテで、2勝している投手がいませんと。はい、で、1勝上げているのが、まずね、ロメロ投手ね。ロッテのロメロはロッテのロの字が2つも入ってるから優勝や。あと僕ね、最近もう一人作ったんですよ、うん、山口浩輝は山口の愚痴が実質ロッテのロだから優勝や。山口選手は特に関係ない。で、その他にも一緒に挙げてるのが石川投手、そして三馬投手、そして本前投手かな。大沼投手も一緒に挙げてますね。はい、まあ朗希様はなかなか交流戦まだ一勝もできていないということもあってね、打線の援護とかはなかなかなく、まあやってくれるでしょう。で、西武の方がね、まあ中日のマルティネス投手と阪神の岩崎投手が今西武5で、トップ並んでおりまして、ロッテの増田投手は現在西武3、まだまだ交流戦西武を狙えますといったところでね、まあ、ロッテの今年のタイトル争い、タイトル取れるとすればレアード選手のホームラン王、そしてレアード選手の打点王、そして増田投手のセーブ王、この3つがロッテがタイトル取れる可能性がある選手。はい、でさっきも言ったけど、ちょっと打率の面でラオウはね、ちょっともう本当に勘弁してほしい、本当に勘弁してほしい。うん、もう焦点ポーズええからさ、去年ロッテ戦で12本か13本ホームラン打ったけどさ、まだ今年多分ゼロだよね、ロッテ戦ホームランは。もう去年みたいな相性見せつけてこんでいいからね。はい、よろしくお願いしますよ。という感じで、交流戦残り2カード、ロッテとしてはね、現在交流戦まだ借金ありますからね、その借金を返済しつつ、もう残りの6試合、もう6連勝これ必須。まあ今非常にね、関西が調子いいということでね、阪神そしてオリックスが6月無敗ということで、まあ、交流戦優勝するためにはまあこの2チームが負けてくれることと、ロッテが6連勝することが必須になってくると思うんでね。はい、まだまだ目が離せない交流戦ではありますが、まあ、ロッテらしい野球を、残り2カードも、見せてくださいということで、マリーンズ交流戦優勝やー。